今まで1年間生活と練習を共にして俺は絶対にヤングライオンの先輩負けないぞ、ずっと見てたんです。ヤングライオンの先輩だけじゃない、これからもっともっと強くなってメインやもっと上の立場にいる人全員潰していきます。この新日本プロレスに入ったのは新日本プロレスで一番になるだけじゃないです。自分はプロレス界で一番になるためにして、もっとプロレス界を高めに持っていけたらと思います。そんな今日デビューしたで、しかも負けの俺がこんな名前聞くのもなんですが、絶対に俺がチャンピオンになります。絶対に一番は譲らないです。これだけは絶対に譲らないです。すいません、今日デビューできたことの喜びとかってありますか？喜びや、もちろんずっと憧れてたプロのレストランになれて喜びはありますけど、でも初っ端でこうやって負けてしまって悔しい思いが今上回ってます。次3日後、13日に開幕戦の第1試合で八木哲弘と試合組んでいただいてるんで、そこでは今日以上の力を出して勝ちます。目標とするレスラー、はい、目標とするレスラーは今特にいないです。ただあえて言うなら、自分は昔の武藤圭司さんが好きなので、もっと体も全然今細いですし、もっと体を大きくして動けて跳躍力を生かしたレスラーになりたいです。将来はヘビーとか？そうです、それも今まだとにかくもう今がむしゃらにやってるだけなんです。まだ考えてないんですけど、まあそのタイミングがあれば、体がそして大きくなれば、もうそれは体重100キロ超えてきたらもうヘビー級にステップアップすることもあるんで、まあ、今はとりあえず自分の前に立った選手を潰していくっていう、それだけです。成田選手は強いと思いました？いえ、ただ経験が向こうの方が上なだけで、全然こっちも追い詰めてたと思うんですけど、でもまだやっぱり自分には足りないものがたくさんあるんで、そこを補っていけば成田だろうと海野だろうと八木だろうと岡だろうと北村だろうと、自分は超えてみせます。跳躍力を生かすという話がありましたし、ドロップキックも綺麗に見せていました。どういった技を得意技にしていきたいですか？今は、まあ、体重もまだまだ軽いですし、重い選手を持ち上げて投げたりとか、そういうのはちょっと難しいと思うんで、もっとパワーつけて体重を上げて、まあ、投げ技だったり、まあ、飛び技ももちろん極
それで決めたいっていうのもありますし、まあ一番はレスリングの技術で見せていきたいですね。そこは負けないように、今まで高校大学とレスリング毎日毎日やってきたんで、そこは負けたくないです。初勝利おめでとうございます。ありがとうございます、はい、初勝利は初勝利ですけど、僕は正直これは初勝利と思わず、あくまで先輩から取る勝利が僕の中で初勝利だと思っているので、まだまだです。まだまだこれから蹴っ張っていきます。対戦相手に対する感想を一言もらっていいですか。やりにくか